2023年12月25日、栃木県宇都宮市、宇都宮駅。今回は宇都宮競輪場にてアストランを迎える選手のレースを観戦しに来ました。第一レースは群馬県76期の久保田篤選手のラストランでした。そして第二レースは埼玉県77期の柴田和幸選手のラストランでした。そしてこの第5レースでは群馬県のガールズ競輪選手122期の奥平彩乃選手がラストランを迎えます。群馬県122期の奥平彩乃選手は中学時代はハンドボール、高校からはサッカーを始め、大学進学後もサッカーを続けた。大学卒業後はこんにゃく会社で勤務し、元競輪選手と知り合った。そして競輪選手を志した。その後、日本競輪選手養成所の第122回技能試験に合格し、2021年に日本競輪選手養成所に入所した。そして2022年の5月に松山競輪場でデビューし、2023年12月25日の本日、ここ宇都宮競輪場でラストランを迎える。ガールズ競輪の選手になった。ガールズ競輪の選手を引退した。ガールズ競輪選手の引退後の道というのはどのような道があるのだろうか。ファンファーレが鳴り響き、第5レース出走の選手たちが入場する。彼女たちがバンクに姿を現すと、場内には人があふれ、多くの声援が飛ぶ。彼女たちの人気がとても高いことがうかがえる。このガールズ競輪の入場曲を聴きながら発走機に向かうのもこれが最後。こんにゃく会社勤務からガールズ競輪の選手に転身した彼女は今何を思うのだろうか。デビューして1年7ヶ月。その間、奥平選手は厳しい練習を繰り返し、多くの試行錯誤を重ねたであろう。ガールズ競輪の高額なフレームや自転車のパーツなどもいろいろ買い揃えたのではないだろうか。パフォーマンスの向上を高めるサプリメント、筋肉を柔らかくするマッサージオイル、激しい練習の後のマッサージや鍼治療、体力を増強させるための栄養価の高い食事、考えつく限りの準備を重ね、やれることをやりきってここまで来たのだろう。レースがスタートし、奥平彩乃選手はこのレースメンバーで競争得点が一番高い
水色の4番車、岐阜県の小坂智子選手の後ろにつけた。競争得点の一番高い選手の後ろは有利であるがゆえに、狙われる位置でもある。ここで後方から黄色の5番車、石川県122期の小林真也香選手が車を上げてきた。そして奥平彩乃選手と並走になった。小林真也香選手も4番小坂智子選手の後ろが欲しいようだ。チャンスがある位置は狙われて当たり前。同期でもラストランでも勝負の世界で、ましてや賭け事として売っている以上、全力を尽くして戦うのが当たり前。小林真也香選手は勝つためにその位置を取りに行った。残り1周のホームストレッチ、各選手の仕掛けはなく、先頭の小坂選手が逃がされる展開でレースが進んでいく。そこをオレンジの7番車、神奈川の長塚優子選手が6番手から仕掛けた。それを見て小坂選手も踏み込む。その後ろでは奥平選手と小林選手のダッシュ勝負も始まっている。先頭の小坂選手の後ろは3車並走になり、奥平選手は厳しい状況だ。4番小坂選手と7番長塚選手が踏み合い、その後ろは2番佐々木選手と5番小林選手が並走する形になった。奥平選手はその後ろで6番と並走。そのまま小坂選手を先頭に最終4コーナーを通過する。逃げ粘る小坂選手、追い抜こうとする長塚選手。長塚選手の外からは2番佐々木選手が、空いた隙間からは5番小林選手がそれぞれ追い込んでいく。これが最後のレースの奥平選手は内から追い込んでいる。そしてオレンジの7番車、長塚優子選手が1着、2着は2番の佐々木彩選手、3着は5番の小林真也香選手、奥平彩乃選手は6着。奥平彩乃選手の競輪選手生活が終わった。中学、高校、大学とハンドボールやサッカーに打ち込み、大学卒業後はこんにゃく会社に勤務した。奥平彩乃選手がガールズ競輪の存在を知って新たなる挑戦を始めた時、彼女の心の炎はどれだけ燃え盛ったのだろうか。今までのキャリアを捨て、引退後は新たなる職歴とスキルを身につけなければならない職業に、そこに飛び込めた奥平彩乃選手の心はどのような情熱の炎が燃え盛っていたのだろうか。奥平彩乃選手がこの先どのような道に進むのかはわからない。引退したガールズ競輪選手が進む幸せな道はどのような道があるのだろうか。今まで引退したガールズ競輪選手たちはどのような道に進んだのだろうか。今まで引退したガールズ競輪の選手や奥平彩乃選手は再びあの時の情熱の炎を燃やして新たなる道を見つけ進んでいくのだろうか。どこからともなく拍手が聞こえる。引退していく選手たちが仲間に祝福を受けているのだろうか。あの日、あの時、あの場所でガールズ競輪選手になることを目指した彼女はとても充実した
幸せな時間を過ごせたのではないだろうか。